イドをいただいていると思うので、もう袋を開けて後で前のゴミ箱の方に付けておいてください。今日もまたプリント使うので挟んで持って帰ってもらいます。多分もうお家の人にから聞いてると思うんですけど、今日からなんとか講座っていうのに名前が変わります。そう、正解です。今日からこれに変わります。ってことは今日から新しい教科を学びます。今までやってこなかった教科ね。まず、これ中学12年ってことは、まず小学校の当ててます。小学校の復習と中学校の中学校の予習もします。ので中学準備講座と、あと3月になったら新規講座っていう名前が変わるんだけど、それまでの中学準備講座の1月2月3月の頭ぐらいまで、その小学校の復習と中学校の予習をしたいと思います。で、まず今日は、算数と英語をやりたいと思います。英語はどこまでやった？小学校で。アルファベット、書く練習とかさ。ABCD とか。やったね。で、会話したりしたよね。この ALP の先生とか、小学校の先生とかと。ね。そういうのが、小学校なんだけど、中学校では単語っていうのが出てくる。単語と単語で文をつないで、私は野球をするのが好きですとかいうのをよいしょ書いたりするからね、中学校前から。なのでそういう練習を先に小学校6年生のうちからやっておきます。で、今日の算数は、計算なので、計算ができるかどうかね、このみんなならもうちょちょっと終わると思うので、それをやりたいと思います。じゃあまず算数と英語どっちからやりますか？算数。はい、じゃあ算数からやりましょう。はい。これ裏表あると思います。で、まず、もうこれは多分小学校で習った範囲なので、まず左側の2ページって書いてあるところを、何分ぐらいでできるかな？ 5 分ぐらいでできるかな？じゃあ、とりあえず5分で解いてみましょうか。今37分でして、42分までで、2ページだけでいいです。2ページ下に書いてあるとかね。45分でしょうか。
辺も正解できるように頑張ってください。最初計算なんで。計算ミスせんので、数分の間違いとか、約分のし忘れとかがないようにしてください。全部終わって見直しも終わった人は次3ページに進んでいいです。なら、一回下ペンを置いてもらって、赤ペンに持ち替えてください。で、2ページの答え合わせをしたいと思います。もうこれ、2ページは、
はもうみんな多分できると思うので解説ほとんどしなくても。カッコ1、大きな1番のカッコ2番の工夫して計算しなさいのところは、どうやって工夫するかだけを、で、答えを書けばいいので、ではまず四角1番の、カッコ1番の丸1番から丸4番まで、ここはもう説明はいらないと思うので、答えだけ言っていきますので、赤ペンで丸かバツ、そして答えを書いてください。間違っている場合は。ではまず、1番はこれ27です。次、2番は72です。3番は12です。4番が26です。ね、で、次、カッコ2番の丸1番と丸2番はこれ普通に計算せずに工夫して計算しなさいとあります。で、これ普通に計算したら、普通にみんな多分前から計算すると思うんやけど、4×59 はで236かな。で、236×24 で、これまた筆算せないかんってなるよね。こんなんなると。だから、工夫して計算できるようにしたら、この筆算とかを使わずに計算できますよ。はい、じゃあ、まりちゃん、これどうやって工夫したらいい？ 24、25ですよ。24。あ、ここか、そうやね。ここやね。はい。25×4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 
そうです。これはまず4と25を先にして最後に59を押すからここ100の塊ができるよね。ここ100になるよね。掛け算は順番入れ替えても大丈夫やったね。足し算引き算があるときはダメだけど、掛け算ばっかりのときは入れ替えても答えは変わらないので、この 4×25 を先にやって、ここ100の塊作ったら、あと 100×59 はもうみんなできるよね。100倍すればいいから答えは5900になります。5900。はい、じゃあ次カッコじゃなくて丸の2が 87×9+13×9。 これも工夫して計算できますって書いてあるね。だから中野美くん、どうやって工夫しますか？次に、うん、87×13 して、うん、その後に、うん、それで 9×87×13?かける13、かける9、これでいい？ここにね、今回足し算があるね。今回ポイントはで、あとかける9っていうのが2回出てきそうっていうのもポイントだよね。ってことは2回かけるってことは、これ同じものをかけるときは1回で済むやり方があるよね。これを、何だったか。こういうの聞いたことない？カッコで。このやり方でやってみる？お前に食べたい。このやり方でやったら、これと、こことここもかけれるし、こことここもかけて、つまりこの式と同じ式になるよね。87×9+13×9 同じ式になるので、そしたらこれ9が1回しか出てこんでいいから、で、まずこのカッコの中を計算して、このカッコの中は100になるよね。だからこれ 100×9 で答えは900になるから、これも筆算せずにパッと答えが出るよね。なので、同じものをかける3とか、かける3とか、かける4、かける4ってなったときは、この前の数字を、ここ引き算のときもあるけどね。引き算のときはここも引き算に変えてね。ここが足し算とは限らないので、ここを要注意して見てみてください。次の3ページの問題もそういう問題があるので、これとこれ、この 4×25、100の塊を作ることを意識して、工夫して解いてみてください。じゃあ次、大きな2番のカッコ1番からカッコ6番も、これも
計算するだけなので答えを言っていきたいと思います。まずカッコ1番は 7.1 です。次カッコ2番が 5.7 で、3番が 5.2 で、4番が 5.7 で、5番が、4.2 で、6番が 31.5で、次、大きな3番に行きたいと思います。今度は分数の足し算、引き算、掛け算、割り算になっています。で、まず、これも計算なので、答えだけ言っていきたいと思います。これ、分数、この対分数でもいいです。12分の13が1と12分の1でもいいです。どっちでもいいです。で、次、2番が4分の1。次、3番が14分の5。で、最後が3分の4、または1と3分の1。これ、どっちでもいいです。はい。ここ、2ページ満点だった人いますか？おぉ、すごいね。じゃあ、これ、次の3ページも、みんな多分満点取れると思うので、またやってみましょうかね。次は問題数が多いので、次は6時、みんな最初取り取って、6時ぐらいを目安にやっていきたいと思います。ではまた続きの3ページの方をやってみてください。
私とは次の4ページに進んでいいですよ。
ゃあ6時になったので、進んでいる人は3番目に戻ってきてください。で、またパルシケをしたいと思います。で、黒板に3問ぐらい、式を書いていますが、これは工夫して計算すれば、ピスタンとか、難しい計算をせずに解けますよっていうのがあります。この3問ですね。ではまず、大きな1番の括弧1番は、これは足し算と引き算なので、もうできると思うので、答えは46です。46ですね。次、括弧2番は、これ前から順番に44足す132は176とか計算してもいいんですが、さっき、ここやりましたね。100の塊を作るって言ったよね。で、今回、ここと、ここが100になれるよね。だから、ここを先に計算してもいいです。なので、ここが100だから、あと132で、そしたらもうこれ、すぐ計算できるよね。なので、答えは232です。こういう工夫して計算しなさいって入れたときは、こういう風に計算してください。で、次3番は引き算と掛け算なので、掛け算の方から計算しますね。答えは17です。はい、次4番は掛け算と割り算なので、前から順番に計算するので、答えは30です。次、括弧5番は割り算と、括弧の問題がありますが、これどっちから計算しますか？割り算と足し算と、この、括弧があるよね。こうあるよね。割る。答え聞くとどこから計算しますか？この、括弧5番の式の時は。括弧5番ですか？そう、括弧5番の175割る、括弧8プラス17、括弧閉じの問題は。括弧の8プラス17。そう、まず、括弧の権限が一番強いので、割り算とかがあっても絶対括弧の中から計算しますね。で、括弧の中が25だから、あとは普通に前の175と25割ったらいいので、答えは7になりますね。7です。はい、じゃあ次、括弧6番は、これさっきも出たんですが、覚えてますかね？さっきはかける9だったんですが、これも普通に計算してもいいんですが、103×15 とか、これ暗算でできる人なかなかいないと思いますね。3×15 は多分できると思うんですけど、これはちょっと厳しいよね。という時は、またここに、×15 ってありますね。で、さっきは足し算やったけど、今回は引き算になっとるね。これ、ななみちゃんどうやって計算したらいいか。そうです。さっきと同じように、かける15の前の、ここの部分を全部、括弧の中に入れて計算すると、この括弧の中身が100になるよね。ここが100。ってことは、これはもう筆算せずに、100かける15で答えは1500で、暗算で解けますね。括弧6番も。早く解くときはこういうふうにちょっと自分で見てみて、どうやってしたら早く解けるかなっていうのを吟味してください。次、じゃあ次は、四角の2番の括弧1番の丸1番から丸6番に行きます。ではまず括弧1番の丸1番は 5.2。次2番は 1.7。3番が 0.57 ですね。0.57。で、4番が 12.6。はい、じゃあ次、また式が書いてありますが、これも工夫して計算できますよ。これもしかしたら筆算で解いた人もおるかもしれないけど、2.5×3.2 って計算した人もおるかもしれないけど、これは一応工夫して計算できるような式になってます。さっきは100の塊を作ったんやけど、100じゃなくてもいいね。1000でもいいし、1万でもいいし、10でもいいです。そしたらみんな計算できるよね。ってことは、この25とか 2.5 っていうのはキーワードになるよね。
なるよね。さっきは、ここ、もう消してしまったけど、ここら辺にあったよね。4×25 っていうのが。ってことは、この 2.5 に何かけたら切りの位置になる。そう。4が欲しいよね。これとこれをかけたら10になるよね。ってことは、この 3.2 を4と何かに分解したらいいよね。ここ。なのみちゃん。何と何分解しますか ?4 と。3.2 を 4×。これ 3.2 分解したらね。4と何分解したらいい何分解したら、これイコール 3.2 になる。4×、これが 3.2 になりますよ。その四角に当てはまるのは何だと思う?0.8。そう、0.8 よね。なので 3.2 を 4と 0.8 に分解してもいいね。結局同じことだから。で、あとは、ここ、10の塊ができて、10の塊ができたから、10×、あとは 0.8 になるね。そしたら答えはもうこれは案外できるよね。10倍すればいいので答えは8になります。なのでこういう解き方もあります。はい、で6番はこれちょっと工夫して計算できないのでもう一貫して計算しなくてはいけないんですが、これは 0.456 になります。 0.456。 はい、では次、カッコ2番は、小小数第1位まで求め、余りも出しなさいとあります。はい、ではまず1番、7.4÷3 は、2.4 余り、0.2 です。2.4÷0 ですね。次、丸2番、3.2÷0.9 は、3.5 余り、0.05 です。はい、じゃあ次、最後3番、6.3÷0.73 は、8.6 余り、0.022 です。はい。では次に、カッコ3までの大きな3番、分数の計算の方に行きます。これも足し算、引き算、割り算、掛け算、いっぱいありますが、まず、カッコ1番。2分の1たす8分の5は、8分の9、もしくは1と8分の1でもいいです。対分数でも。はい、じゃあ次、2番。1と10分の12分の1引く6分の1は12分の11です。はい、じゃあ次、3番6分の1かける8は3分の4もしくは1と3分の1です。はい、次4番4分の3割る12。割り算の時は絶対逆数にして4分の3かける12分の1にするやつだよね。なので答えは16分の1です。はい、次5番、9分の4かける1と5分の1は15分の8です。はい、じゃあ最後6番、15分の8割る10分の9は27分の16です。はい、では次に最後、倍数と約数。ここは一番重要ですね。まず、3の倍数、18の倍数ってありますが、では含みませんので、小さい順から3つ書きなさいとあります。で、まず倍数、何とかの倍数それぞれあると思うんやけど、2の倍数、3の倍数。その数字から始めるよね。小さい順から。なので、3の倍数の小さい順にって聞かれたときは、まず3から始めるよね。じゃこれ、ちょうど4つあるけん、4人聞こうかね。これ、毎日は何になりますか ?3 と、3と6と9。そう、3と6と9です。正解です。はい、じゃあ中並くん次2番の18の倍数を言ってください。3つ18と36と54。はい、正解で18と36と54です。はい、じゃあ菜波ちゃん次6の約数を全て書きなさいとあります。今度は全部答えないといけません。1と2と3と6。はい、正解です。1と2と3と6です。
はい、じゃあ最後、大輝くん、2番の20の約数を言ってください。1と2と4と5と10と20。はい、正解です。6つありますね。1と2と4と5と10と20です。ここの四角の4番は重要なので、間違えた人は要注意ですね。はい。では、次くらいまでかな。次の、4ページのステップ問題を、また続きを解いてみてください。今から、だから10分くらいで解けるかな。なので6時20分終わった人は最後のステップワーク問題っていうちょっと難しい問題の5ページのところを解いてみてください。文章題もあるので5分ぐらいです。
やれるとこまでやってみてください。では私と5ページです。なら20分になったので、今度は4ページの解説をしたいと思います。進んでいる人は4ページに回って赤ペンに持ち替えてください。はい、じゃあ次はステップ問題なので、少し問題が難しくなっていきます。この2ページから5ページになってね。で、まず、さっき申した通り、倍数の問題ですね。で、これは四角の中から選ぶので、どれに当てはまるかを自分で考えれば大丈夫です。まず、2の倍数は、14と、54と、70と、246になります。これ全部、2で割り切れるので、この4つが入ります。次は5の倍数ですが、5の倍数の時は1の位が5か0のやつは全部5の倍数です。なので、25、70、105ね。これは全部5と0です。5の倍数が。これを覚えておいてください。で、次、3番。3の倍数。これも3で割れるやつを探せばいいので、54、105、246です。この3つです。はい、じゃあ次、四角の2番は、これまた計算問題です。四角2番のカッコ1番からカッコ3番を普通に計算していいんですが、カッコ4番からカッコ6番を工夫して計算できる問題になっています。はい、ではまず、2番、四角2番、カッコ1番は23。
去2番が7、3番が8です。出ますかね。はい、では次、括弧4番。これは、さっきは10とか100の塊を作るっていうふうに言ったんやけど、これも普通に計算したら、4.6 たす 9.3 は 13.9 で、13.9 に 3.4 と足したら、17.3 になるっていうのは、まあ普通に計算できるんやけど、これも、さっきと一緒で、これ、全部足し算足し算だから、ここ、今度はここを見てください。4.6 と 3.4 のところ。これ、大輝くん足したら何になりますか、こことここ。4.6 と 3.4 足したら。8? そう。ぴったり8になるね。だから、この後は8足す 9.3。こっちの方がやりやすいよね。たら8足す、8と 9.3 で答えは 17.3。2つとも答えは同じになる。まあ、どっちでもいいですね。この場合、まあ、前から計算してもそんなに難しい問題じゃなくて、あんたの多分みんなできそうなので、まあ、どっちでもいいです。自分でやりやすいので。で、次、カッコ5番。じゃ今度、カッコ5番なんですが、これ、計です。これ、何で計算する3.5×68 と 3.5×32 よね。これ答えは何になりますか？340。なんか。これ大輝くん何になりますか？答えは。350ね。これ誰か工夫して計算した人いますか？あ、大輝くん。どうやって計算しましたか？68たす30にして、100にしてから100×30 そうですね。今度はこれ 3.5 こっちにあるよね。こっちにあるよね。で、さっきはこれかけるの後ろの方にあったよね。だけど今回見づらいんやけど、これを式を入れ替えたら、掛け算は入れ替えても大丈夫よね。だからちょっとこれ入れ替えたバージョンに書くと、68×3.5 と 32×3.5 にしたら分かりやすいんやけど、これやったらさっきと同じよね。3.5×と、ここ2つ同じものがあってね。で、あと残ったものを全部カッコの中に入れてしまえばいいので、68とプラス32がカッコの中に入るね。なので、答えはこれ350になります。こういう計算の仕方もいいですね。なので、ここ、やり方が難しいんやけど、これ、ただ入れていくだけですね。はい。はい、では次。6番。これ、6番のこの 9.9 っていうのも、これ工夫して計算した方がいいですよってことだね。まあこれ 7.3×9.9 で引き算してもいいんだけど、これでもいいんやけど、73か。これでもいいんやけど、この 9.9 っていうのは、これたまにこれ出てくるんやけど、これに分けられますよね。10-0.1。これが答えは 9.9 になるね。だから、これは、この 9.9 というのを1回分けて計算をするというやり方もあります。なので、73×10-0.1。じゃあ、これ、さっき見たことあるよね、これ。これと一緒よね。だから、この式に1回戻す。これ引く。
これに戻します。このやり方わかるです。そしたらこれ 73×10 は何になりますか。そう730ね、730で 73×0 って言ったら何になりますか。ななみちゃん7.3 ね。なので、あとはこれを引いたら答えが、ね、どこだ722.7 になります。なので、これを工夫して計算しなさいと書かれてないので、普通にこのディスタンスでも全然間違いじゃないんでね。工夫して計算しなさいの時をこういうふうに自分で見つけて書きます。はい、じゃあ次、四角の3番は、今度は割り算の四捨五入して小数第1まで求めなさいと言いますね。まず、カッコ3番でなくて、四角3番のカッコ1番は 0.7 です。0.7 ね。ってことは、小数第2を四捨五入するやつで、1位を求めるんだから。はい、じゃあ次、カッコ2番は 5.2 です。はい、じゃあ次3番が 1.4 です。いいですかね。はい、じゃあ次四角の4番の括弧1番から括弧3番を入れます。まず括弧1番は20分の13です。次括弧2番が、20分の1です。はい、次括弧3番が7分の3です。いいですか。はい、じゃあ次、四角5番は、今度は分数は小数に、小数は分数に直しなさいってあります。なので、まず1番と2番は分数なので、小数に直します。カッコ3番とカッコ4番は分数で直します。次、まずカッコ1番は、5分の2なので、どうやって小数に直しますか？まいちゃん。そう、2は5しかあるよね。普通に分子割る分母をして答えが 0.4 になります。はい、次同じようにカッコ2番も23割る20をしたら答えは 1.15 になります。次カッコ3番 0.8、 これは 0.8 ってことは10分の8ってことね。ここ小数第1のここ1個しかないので0は1個になるんですか。なので答えは5分の4になります。次 1.75 はここ小数点の後ろが2つ数字があるので分母はもちろん100になるよね。で分子はこの数字そのままそっくりこのまま小数点を動かせばいいので100分の175なので答えは4分の7もしくは1と4分の3どっちでもいいです。はい、はい、じゃあ次四角の6番今度はメートルとか、キログラム時間をそれぞれ直すんだけど 1.2 メートルをセンチメートルに書き換えなさいとあります。まずなかなか1メートルは何センチですか。100センチよね。ってことはこれセンチに書き換えるんやけど100センチ以上になるのおかしいよね。 1.2 メートルやけどね。ってことはこの普通の1っていう数字分かるんやけど100何センチになりますかってことね。この後ろに2がついとんやけど、ななみちゃん何になりますか。そう、120センチですね。じゃあ、例えば 1.02 メートルだったら、これ何センチになりますか、大輝くん。102メートル、あ、102センチ。そう、102センチ。もうそのまんまでいいです。102センチ。はい、じゃあ次、カッコ2番。次。はい、じゃあ1キロは何グラムですか ?1000 グラムね。1000グラム。ってことは、今回2分の1キログラムって書いてあるから、1キロの半分ね。ってことは、何グラムになりますか。だから、まあ 1000×2 分の1でいいね。で、答えが 500g になります。半分ですね。この半分のキログラムだから、いいです。
時間ですが、もうこれはもう、わかると思います。1時間が、60分っていうのもわかるよね。で、この60分のうちの6分の1時間は何分ですか？だからこの時計を6つに分けたうちの1つは、果たして何分になるでしょうってことだよね。だから6個に分けるなら、2と4と6と8と10と12で分けれるよね。ってことは、これわかるね。60分かけるの、これを6個の分けたうちの1つ分だから、答えは10分になります。で、もう時間になったので、このステップアップ問題の5ページは宿題にしておきますので、で、これ、2ページから4ページまで全問正解した人おる？確かにそれはおらんね。で、今日のこの算数の宿題は、この5ページと書いてありますね。次の来週までの宿題ね。算数の宿題は、5ページと、で、今日ノートを配ったので、大丈夫。と、この2ページから4ページまでの間違ったところのやり直しをノートに問題と一緒に解いてください。今ノートあるよね。ノートに、叩いようかね。ノート一回開いてもらっていい？ノートがまず1ページでどこのページでもいいやけど、ここあるね。で、多分こう開いたら、ここは多分書く場所じゃないけん。始めるならここのページからだけど、今日が1月の28日だね。だから1月の28日の8日の、まあこの通りはここは第一講座数と計算って書いて、講座数と計算。で、やり直し。って書いて、間違えた問題だけでいいです。あと問題はやらなくていいので、間違えた問題だけをもう一回解いてください。これも来週までの宿題にしておきます、算数は。まあ、そんな20問とかあるわけじゃないから、多分ページの中に収まるんじゃないかなと思うので、で、式と答えを必ず書いてください。で、ちゃんと途中式も書いてね、式と途中式は。計算した過程ね。答えをしっかり書いてみてください。式と途中式の答えは絶対に書いてみてください。で、5ページは少し難しいので、まあ、分からないところは詳しくても大丈夫です。なので、今日の宿題は5ページと6ページから4ページの間違ったところを読み直してきてください。はい、なら今日はまず算数は一旦ここで終わります。で、今36分なので、46分まで休憩します。で、次は英語をやりますね。はい、休憩していこう。Thank you.